すごいな、置くところで。リゾートやな。気持ち悪。叩かれてんじゃん。あ、やべえ。沈めちゃった。え？やべえ。前世は白熊らしいガオー、どうもここです。ご視聴くださりありがとうございます。ゴーストリコンワイルドランズ。今回もね、ボリビアを旅行しながら麻薬組織を崩壊させていきます。ゴーストリコっていきましょう。で、前々回は護衛部門、前回は密輸部門のボスを一人ずつ倒しましたけど、今回は、宣伝部門のボスを一人倒したいと思います。宣伝部門がどんな二人が仕切ってんのかっていうところで、まずはその紹介映像を見てもらおうと思います。雷怖い。30人弱のボスを1人ずつ倒していくことで、内部崩壊させていくっていうのが、まあ、このゲームの軸になっていていいよね。そして、宣伝部門はこの2人ね。では一緒に見ていきましょう。プロパガンダ、洗練された技術で人々を説得する。感情と理性をわしづかみしコントロールする。サンタブランカはやり方を知ってる。起こる出来事だけじゃ不十分、物語全てをコントロールしないといけない。エル・カルデナル、サンタ・ムエルテの信奉者よ。人々を操る時、神が味方についているのは強みね。彼の場合は創神の鬼女、純白の修道女、死の聖人、サンタ・ムエルテよ。だって正直なところ、神様だってやってくれないことがあるでしょ。エル・カルデナルはラジオやテレビに出演してイベントやコンサートに出てくる。エルス・エーニョは賄賂と恐怖で人々を支配してるけど、エル・カルデナルはもっと強力なもので支配してる。魂よ、永遠の地獄なんてごめんでしょ。ええ、でも幸運なことにサンタ・ブランカ・カルテルを支援しさえすれば救われるのよ。公と個人の天秤の反対側にいるのが麻薬ブロガーのラモン・フェリス。穏やかな風貌に騙されないで。こいつは SB のソーシャルメディア担当。悲しい話ね、このフェリスはかつては熱心なジャーナリストで、カルテルがイカれた反社会組織だってことを暴き出そうとしてた。でも洗脳され、今じゃ命がけで SB のプロパガンダを作り続けてるわ。ブログや映像コンテンツ、 SNS、 エル・カルデナルがダメでもフェリスにはまる。奴らの思うツボ、この二人はプロパガンダ製造機の光と影なの。神聖なものと世俗的なもの、公と個人、感情と理性。宗教おじさんと元ジャーナリスト、どっちも正義になれる職業なのに切ないね。司祭というのは話好きしかいない。しかし言うは易しだ。エル・カルデナルはそれが真理だと分かっていた。かろうじて生をつなぐ者たちを何とかしたかった。救いの手が差し伸べられるのなら誰の手でもよかった。だが彼が悪魔と取引していると考える者もいた。彼は破門された。家族、友人、全てを失った。私と出会った時、彼は失意の底にいた。真の信仰のため、彼をサンタブランカに招いた。我々は生を受けた時から死と共にある。生以上に彼女を、死を愛さなければならない。神聖なる死の祝福が、闇の女神が病から解放してくれる。悪からもな。彼女に全てを捧げるか。私は彼の手で洗礼を受け、彼は私の相談役、両親となった。そう、心から信頼する唯一の人間になった。で、サンタムエルテってメキシコに実在する宗教だからね、死を崇めるってやつ。次ラモン行こう。エルス・エーニョが力を手にして実行したのは殺人7000件、
誘拐1万2000件、そして1万7000件の行方不明事件。なのに一体なぜネット上で最も愛される人物でいられるのか。国際がん協会よりもいいねを稼いでるってどういうことよ。なぜこんなことになったか。そうね、理由の一つがラモン・フェリス、サンタブランカの麻薬ブロガーよ。フェリスはかつてジャーナリストだった。メキシコの新聞の犯罪記者としてカルテルのことを書いていた。カルテルがジャーナリストを標的にするまではね。報道することと従業員を失うことを天秤にかけさせられて、新聞紙はカルテルに関する報道をやめた。だからラモン・フェリスは地下に潜った。匿名でブログを始めたの。そしてサンタブランカを猛烈に攻撃した。でもやりすぎた。スエーニョはハッカーを雇い、フェリスを見つけ出させた。そこからは下り坂よ。そう、ラモン・フェリスはサンタブランカのことを書くのをやめた。今はサンタブランカのためにブログを書いてる。ラモン、目を覚ませラモン。ってことでね、宣伝部門、今回はね、このセクションから一人やっていきます。イタクアからすぐ北のアグアベルデって地域、スペイン語で緑の水って意味だね。ちなみにさっき出てきた宗教のサンタムエルテは聖なる死って意味で、スペイン語でね。で、あとサンタブランカ、麻薬組織、これ聖なる白って意味になります。麻薬が白い粉だからね。それで聖なる白ってネーミングやばいよね。ということで新エリアを目指していきたいと思います。着きました。まずはドローンで様子見。いいね、アグアベルデリゾート地なんだよね。リゾート気分味わってるはずの理想の自分とは程遠いって感じだよね。観光したいよね。まだバレてないぜ。お、反乱軍捕まっとる。とりあえずね、いろんな情報を手にしとこう。危ない。ちょっと待って。あー、パソコンを動かしてさ、やり操作したいよね、本当は。放戦開始です。だけど情報が大事。そう、見つかった。いでよ反乱軍、君たちの出番だ。めっちゃありがとう兄弟って言われたよ、今スペイン語で。ボリビアスペイン語圏だからね。いや、ボーマン、アグアベルデに到着した。麻薬天国へようこそ。アグアベルデはもともと国立公園で、今はサンタブランカがビップをもてなす場所になってる。仕切ってるのは大物麻薬売人の息子カルジータ。政治家や裁判官、企業のトップを招いてはカルテルの金で遊ばせてる。何をすればいい？スエーニョの取引相手の情報を探って。カルジータがゲストリストを持ってるはず。それで名前がわかる。わかった、取り掛かろう。麻薬軍団のリゾート地なんやな。カルジータの情報がボーマンから来てる。見ましょうか。ハビエル・コロネル・バヤルド、長いからニックネームで呼びましょう。カルジータ、裕福な生まれのメキシコ人。これまでの功績といえば、生死だった頃に卵子までたどり着いたことぐらい。ゴンサロ・コロネル・バヤルドがパパ、通信王で息子に何でも与えてきた。金、車、教育、ハーバードで BA、 ウォートンビジネスで MBA、 ファッションのためにオックスフォードで博士号を取得。今では自分のリゾートを経営してる。昔は国立公園だったけど、サンタブランカが高級リゾートに変えた。カルジータはコネを作るのが得意なの。リゾートを利用してサンタブランカと権力者をつないでる。
経営者や政治家、裁判官、御令嬢、有名人も。これ誰だかわかるわよね。こないだ人種差別発言をしてリハビリ施設に入ったあの子よ。カルジータがカルテルにもたらしてるのはビジネスだけじゃない。とんでもない規模の不正よ。それを止めるのがあなたたちの仕事。コネを潰し、不正を止めて。今回のテーマはコネクションだね。いいね、コネクション潰しましょう。後で反乱軍が取りに来れるように物資に目印をつけておこう。やっぱね、コネクション壊せば壊すほど仕事できなくなるからね。麻薬に限らずね。車で行こうか。おっと、あ、なんか食べ物がいっぱいある。すいません。お店やろこれ。すまないね。引くなよ。大丈夫だ、行こう。いや、いい景色だね。まだ多分序の口なんだろうけど。この地域はカルテルの宣伝活動に利用されてる。プロパガンダってやつ。指揮系統は把握しておいた方がいいぞ。トップはエル・カルデナル。サンタ・ムエルテを支持する破門された司祭、エル・スエーニョの宗教面での助言者でもある。もう一人の重要人物はラモン・フェリス。まともなジャーナリストだったけど、なぜかカルテルのためにブログを書くようになった。そこに謎があるよね。なんだこのおじさんたち。めっちゃくつろいどる。リゾートだもんな。敵がいなさそうだね、ここは。もう簡単に資料が取れるね。語られてる人いるけど。カルテルが所有してるカジノが分かった。そこが戦場に変わったらカルジータはいつまで耐えられるだろうな。カジノ破壊、いいですね。近い。カルジータのリゾートはカルテルの言う楽園なんかじゃないってことを知らしめたい。カジノを襲撃して、めちゃくちゃにしてゲストを怖がらせて、次のフライトでボリビアから出て行ってもらって。もうすぐ着きます。スロットマシーンとゲームテーブルを42個破壊するんだって。面白いミッションだね。要するにここでくつろいでる。ちょっと待って下手すぎる俺、降りるの。要するにここでくつろいでる VIP とかゲストとか麻薬関係者を不安にさせればいいんでしょ、この地域をね。そうするとカルジータの立場が悪くなって幹部が一人死ぬっていうね。セーフ。こっちにカルテルのメンバーが2人いる。拠点の入り口のところだ。放つ、放つよ。反乱軍のプロパガンダを広める準備はいいか。無線局の場所が分かった。すごいな、奥ところで。リゾートやな。座ってくつろぎたい、ここ。日陰に。カジノはこの先だ。忘れるなよ。爆破するだけだ。それだけでいい。屋根を吹き飛ばしてやろう。とりあえずドローンで見てみる。これさ、民間人めっちゃいるんだよな。危なくない？3人目がいた。配置につくぞ。もっと狙いやすい。これ撃っても大丈夫なんかな。いい位置を探さないと。ターゲットを確認した。了解。ターゲットを確認。準備完了。合図をくれ。敵を倒した。お、みんな逃げ始めた。いいね。突入かな。カジノ見つけた。これを壊していくんやな。フラグだ。暗い。いいね。12台。
もう一人いるな。窓越し。フラググレネードだ。くらえ。この3台でラストか。この人たちどかないな。銃でいける?あ、いけんのか。終わりや。VIPの連中は逃げた。建物はめちゃくちゃ。これで文句はないだろう。これでカルジータも無視できないだろう。遊んでいくか。テーブルはボロボロだがな。面白い。次のミッションこちら。そろそろカルジータのリゾートを潰すわよ。全力でやってちょうだい。ただしゲストに危害を加えないようにね。それがむずいんすよ。いやー、いい気分だね。この大自然を走ってると。到着です。くそ、こっちに向かってくる。間違いなくここだな。リップを脅かしてカルジータを呼び戻すために全部壊すのか。名誉勲章はなしだな。民間人は撃つなよ。マジ民間人注意。タンゴタウン。3分間エリアを守るんだね。シカリオだ。一般人を追っ払うにはやっぱ銃撃戦だな。危ねえ危ねえ。そうだな。ビップたちに楽しんでいってもらうぞ。ビップたち気をつけて。オッケー。終わる。もうすぐ終わる。おい、伏せろ。ヘリだ。オッケー、クリア。とりあえずこのヘリ落とさないとだね。終わりだ。オッケー。ヘリに命中。俺だけどな、命中したのは。で、おしまいだよね。十分打撃を与えたようだな。残りのゲストもチェックアウトするだろう。銃の乱射を見たら普通はそうするよな。間違いない。この家に次のミッションの種があるようで。ようで。アルゼンチンの知事が女に会いにリゾートを訪れてる。録画してそれで脅迫しよう。これで他のビップ連中もまとめて追い払えるかもしれない。あー、これ知ってる。めっちゃ面白いやつだ。カルジータのリゾートで女との不倫を楽しんでいる大物政治家がいる。そいつに接近して不倫現場を撮影してちょうだい。今時やな。ソーシャルメディアに投稿すれば本人にもカルテルにも恥をかかせられる。最近の日本で流行ってるやつですね。ここにいるそうです。静かにな。バレたら覗き部隊は解散だ。覗き部隊は解散。聞こえてるか。これじゃあボーマンも興奮しない。何言ってんだ。セクハラやぞ。参加したからたまんねえ。ターゲットの部屋だ。慎重にな。ねえ、どうしてほしいの。なんでこれ大丈夫。撮影 YouTube 的に。いやらしく話してくれ。いやらしく。アルゼンチン知事、どっから入んだっけ。全然覚えてないな、やっぱり。5年前だもんな、プレイしたの。あった。きっとどんなに悪い子か誰も知らないんでしょう。私がお仕置きしてあげないとダメね。たくさんお仕置きしてほしい。気持ち悪い。あらまー、叩かれてんじゃん。いやらしい子。何をしたの。ノマド、 ISA が傍受した通話によるとカルジータはアグアビルデに戻ってきたそうよ。今週は毎日パーティーを開くって。何も問題ないと思わせたいのね。場所は彼の家。惜しいってゲストリストを奪ってやるのはどう。同じことを考えていた。ノマドアウト。なんだ今の。本当なんだ今の。何にせよ取れたぞ。これでカルジータのカルテル人生も終わりだな。もう一回見たいな。ねえ、どうしてほしいの。何でもしてあげる。いやらしく話してくれ。いやらしく。
あなたたちがアグアベルデで暴れてくれたおかげでカルジータが賭けに出た。派手なパーティーを主催して重要なゲストを安心させようとしてるみたい。パーティーを台無しにしてカルジータを捕らえて。彼はもう終わりよ。さあ、ついに本人とご対面ですよ。カルジータのしぶとさには負ける。俺も見習わないとな。どういう意味？だってリゾートをめちゃくちゃにしてやっただろ。建物を全焼させたわけじゃないけど、他のやつなら絶対諦める。でもカルジータは盛大にパーティーなんか開いてるんだぞ。必死なんだろう。リップたちを安心させないとアグアベルデは見放される。そうなればヤツの商売も危うい。当然ヤツの命もな。挽回しないと LSA が出てくる。カルジータのパーティーを発見した。あん中からどうやってカルジータを見つけろって言うんだ。見つからないようにしろ。カルジータを見つけ次第動く。いいな。了解ボス。なるほどね。どこにいるんだろうカルジータ。すごい、みんな踊ってるよ。見えます？めっちゃ面白い。あ、いた。カルジータは殺すな。踊ってる。情報は聞き出せない。誰も泳いでない。敵を倒した。乗り込みますか。すまんな。見つからないうちに下がれ。あ、今の銃声でみんな逃げてる。あらら、カルジータ失敗だね。パーティー大変大変。みんな走って、え、止まった？こっち見てる？どうした？ハシエンダの外だ。みんな直立している。さあ、カルジータの元へ一気に行きます。右下の地図のね、赤い点が敵なんで、それを避けながら行ってます。手を上げろ、早く動くな。おい、なんだよ、何もしてねえだろ。協力してくれれば悪いようにはしない。お前の全財産より高いスーツだぞ。血で染まればただのゴミだ。いい返し。俺たちがいることに気づいて攻撃を開始するか。カルジータ弱えじゃねえか。せっかくなんで明るいところで尋問しますね。敵もいないし。ふざけんな、このクソったれ。弁護士を呼べ。弁護士だと？なめてんのか。お前の弁護士にできるのは遺書の準備ぐらいだ。待ってくれ。なあ、話し合おう。いくら欲しいんだ？50万ドルか。そのぐらいなら朝飯前だ。俺の親父知ってるか。ふざけるな。誰が金をよこせと言った。こっちはアメリカ政府に雇われてる。お前の貸した金が目当てじゃない。よく覚えとけ。じゃあ何が欲しいんだよ。リストをよこせ。リゾートに来た客全員のな。いや、知らねえよマジで。いや、わかった。リストは持ってないけど、ゲストの情報は全部サーバーにある。カルジータの声優いいね。あ、やべえ、沈めちゃった。やべえ、ごめん。リップのリストが公開されたら大騒ぎになるからな。カルテルは世界中のコネを失うことになる。スウェーニョにバレたらカルジータもいよいよピンチだな。そうだな。サンタブランカの手が届かないところに行かないと。火星とかマリアナ海溝の底とか。カルジータなら大丈夫だ。ああいうやつは転んでもただじゃ起きない。姿を消しても数年後にはリゾートでも経営してるだろう。神はろくでなしの味方なんだよ。カルジータみたいなやつでもな、俺たちがいることに気づいて。着きました。これがラストミッションのはず。よし、これだな。リストを手に入れて出るぞ。あ、また3分耐えんの。気を抜くな。スナイパー、スナイパー、遠い遠い。オッケー。ヘリ2台来たんやけど。伏せろ、ヘリコプターだ。反乱軍戦って。反乱軍。スナイパーだ。
オッケー、ハルラング戦って、頼むで。痛い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 、危ねえ、死にかけた。ハルラング助けてくれ、ハルラング。仲間全員死んだが、ついに3分。ダウンロード完了、もういける。正直そんなリスト見たくもない。ビルダーバーグの名簿かもな。ビップリスト回収する。やばいやばい、本部の中だ。やばい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 、めっちゃ下に敵いる。なあ、下に降りれない。めっちゃ騒いとる。カジャーテサルデスタカーサやっと終わったでな。オッケー、今回のゲームで一番死にかけたな。ボーマン、アグアベルデは大丈夫だ。客の信頼を戻すには何年もかかるだ。カルジータのアグアベルデでの事業はもうおしまいね。 VIP リストに乗ってる人たちはボリビアで一体何をしていたのか、政府のお偉い方に問い詰められるでしょうね。その調子で続けて、手加減はいらないわ。やったぜ、これでまた新しく倒しました。あ、ラモンフェリスの新しい映像。ラモンフェリス、ブロガー、ネットジャーナリスト。真実を伝えることだけを目的としていた。だが誰にとっての真実だ。奴は真実が一つだけだと勘違いしていた。しかし真実とは勝者が綴るものだ。来る日も来る日も奴はブログで私を中傷し続けた。当然手を打たねばならなかった。そこでハッカーを雇って奴を探させ仕事を持ちかけた。私の真実を伝える方がためになると言い含めた。真実が奴を生かした。奴が望んでいたのは真実を伝えることだけ。そして身に余る真実を手にした。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。また新たにね、ボスが一人潰れまして、もう全然まだまだ末端ではありますが、少しずつ相手の幹部が減っていってる状況になります。今回のカルジータも面白かったですね。プロパガンダ部門のね、コネクションっていうテーマで、前回潜水艦っていうテーマだったけどね、カルジータのつながってるアルゼンチン知事の文春砲も結構面白かったし、ということで次回は、右下の製造部門の方を、まあ、1人倒すんしたら、まあ、全体のなんか概要が見えてくるのかなとは思うんですけど、そのまんま製造業一気にもう全員叩きたいなと思います。6人かな。やっぱりね、生産っていうのが川の源流なんで、悪の根源なんでね、まずそこを断ち切ることでね、ドラッグで苦しむ人が減るようにしたいなと思います。そんな感じで引き続きボリビア観光をしながら、麻薬組織をね、崩壊させていきたいなと思います。ぜひ次回以降も楽しみにしてもらえたらとても嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございました。それでは皆さん、今日も良い一日を、明日も良い一日を。前世は白熊らしい顔でおなじみのココでした。またねー。